はいどうも、おちわです。今日は久しぶりに動画を撮ると思います。申し訳ございません、今までサボってて。ということで、死んでランクマやっていこうと思います。お、ちょうどいい方が。21ちゃんとやりたい。よし、でも回線4ピンっすね。わーまさかの回か。あ、ランクダマッチマジで、あれそんな負けてたっけ。いや、これやばいやつじゃん。さあ、開幕どうする。足払いに負けるんですよ。打ってきたってことは知ってる方。おう、ラッキー、安い、やめちゃった。これはね、コンボ見せなきゃ。あ、こっちで殺そう。あ、貯める必要なかったな。まあいいや。開幕はしばらい振ってくるということで、5杯空でどうでしょう。あ、帰ってきた5杯空はしばらいと前飛びに勝てるっていう。あ、おいしい。あー、そっか、しゃがみくらいじゃないから。 5P 暴れしたのか。あ、これダウン取れない。もう一丁、なんかダッシュ出ないな。あこれ巻きたら今の戦犯。うん、なんかダメだな。あ、あ、察し、あぶねえ投げ漏れ。いやー、真の投げ漏れ強いな、改めて。なんか頑張ってさ、ランクダウンマッチは毎回回避してるけどさ、絶対いつか落ちるよこれ。対空潰しか。足払いこすってんのか。これ殺しきれましたね。いやー、こういうとこのコンボ判断下手くそやな。開幕多分振ってこないから、NS でいいや。あ、降ってきた。強い。いやー、何やってんの。最近勝利出ないこと多いんですよね。わー、最悪。ここ、あー、よく立った。あぶねー。いや、なんかランクマになると途端に動けなくなるな。これが俺の新必殺技。はい、ということでね、ちょっと短いかもしれませんが、今日はこんな感じの動画になりました。多分ね、多分これからは上げていくと思います。まあ、最低1週間に3回ぐらいはね、絶対上げると思うんで。最近生放送ばっかしてたんですけどね。まあそんな感じでね、今日はこんな感じで終わると思います。ありがとうございました。失礼します。